力にしたかったので、今日は8時半過ぎぐらいにちょっと終わっちゃうんですけど、8時半くらいに終わりますが、一旦ショールームを始めます。こんばんはです。お洋服？ピロピロピロ。リボン。あれ？リボン。じゃじゃん。リコタイム終わりですね。今日ね、前髪を切ったんですよ。なんか長いなって思って。で、しかももう前髪もセットしてケープもした状態なのに、ちょっとハサミ貸してくださいってヘアさんに言って、ヘアさんが大丈夫ってすごい心配してくださってたんですけど、こうやって地道にハサミで切ったんですよ。そしたら最初はめっちゃなんかケープのせいビヨーンってなってたんですけど、なんかどうにか馴染んで前髪が少し短くなりました。うん、前髪切るときいつもさ心配されちゃう。今日はやじメイクですよ。メイク自分でやった。違う、いつもと違う。もうなんかもう目の下が取れちゃって、全部なんかあんってすごい瞬きが多かったりするんですよ。なのでなんかメイクが落ちやすくて、目の黒いのがなんか、まあ、泣いたりしてもそうだし、すぐ目の下についちゃうんですよ。そう、前メイクさんに目の下つきやすいって言われたから、そうだからいつもと雰囲気違う。なんででしょう。特にメイクはでも変えてないんですけど、巻き方とかかな。前髪、前髪は今日分かれてるからとかですか。違いますか。なんででしょうね。巻き方じゃない？分かんないけど、そう、パンダ目になりやすい。小悪魔みたい。やった、やったじゃないか。小悪魔っていいことなの？よくないの？分かんない。なんか悪魔、なんか小悪魔ってイメ、かわいい、なんか語呂がかわいいからやったって言っちゃったけど、巻き方かも。でももう取れちゃってるよ。今日は青の好きな巻き方してもらった。褒め言葉なの？天使の方が褒め言葉なんじゃないんですか？天使なんて。私はね、でも天使とは程遠いので、別に悪魔でもないけど天使でもないので、まあ人間なんで。どういう巻き方なんですかね。でもこうウェーブ、これが結構あんま好きで、そうでここら辺だけちょっとなんか外し巻きしてみたいな感じでやってたと思います。ちょっとあんま見てないんですけど、あんま最近はツインテールしてないね。もうずっとおろし巻きばっかりしすぎて、おろし巻きの女すぎてやばい。あ、そうなんですよ。ピアスつけてなくて、ピアスをつけないとね、また塞がっちゃって、この前だからピアスが、衣装のピアスが入んなくて、撮影の時にイヤリングに変えてもらいました。わかる、ウェーブめっちゃ難しいよね。あ、もう自分でウェーブなかなか上手にできなくて、綺麗に。でもやっぱヘアさんのウェーブはめっちゃ綺麗なんですよ。おろし巻き、すこ。あ、お庭外ですか。2月っていちごなの。なんでいちごなんですか。いちごじゃないですか。 Y じゃないかい。 Y じゃないかいって最近よくやってるね。ずっとファーストフェアスつけてんの、意味ないじゃん。かわいい。声優パラダイス受け取ってきてありがとうございます。声優パラダイスさん、ぜひ席応募したりアンケートも書いてください。お願いします。
恵方巻きね、いちご、おいちごさん、いちごさん、いちご好き。でも最近食べてない、この前配信で食べて、その後もちょっと食べたのかな、そっから食べてないかな。私は豆巻きはする予定はないです。可愛くない私、豆まきしますって言わなきゃいけないの。あ、なんか今日テレビでニュースやってて、広島の幼稚園かなんかが出てました。なんかなんか声で音声で広島って聞こえてふっってなって、福山市だったかな、パッて見ました。ティッシュ丸めた、あ、去年、あーなんかそんなのしたかも、もうあんま覚えてないけど。したはやんないかな。恵方巻きをワンちゃんまあ食べるかちょっとわかんない、ちょっと気分次第。うん、豆だってあんまそんな好きじゃないから、買ってもあんま食べないかなって思ってさ。だからみんなは豆まきしますか。だから今日コンビニで恵方巻き売ってたけど、そう、みんなせんのやん。しないんかい。あー、豆の袋ごと投げてたかも。昔は広島で、あ、もうちっちゃい頃はねやってたけどね、最近大人になってとか高校生とか大きくなってからはやってないかもしれない。え、年女とか関係あるんですか？節分って誰のためにあるんですか？え、年女のためにあるんですか？違うよね。鬼は外、福は内。恵方巻きって関西のなの？西の人がやるものなの？やんなきゃいけないじゃん。やんなきゃいけないね。うん、元は関西なんだ。すごい。去年ももしかしたらこの話してたかな。あんなの。顔を見るためにショールームがある。ががカタカナで。がある、ありがとう、ショールームを見てくれてありがとうございます。何今日何が違うんだろう、巻き方じゃない。でもほんまにメイクは別にいつもと変わんない、自分でメイクだし顔が違うのかな。のり屋さんが考えたの？のりがよく売れるから、でもそういうことなんでしょう。なんかバレンタインとかもチョコレート屋さんがよく入れるからみたいな。目が乾燥してやばい。最高画質で見たら毛穴見えちゃうからダメだよ。キラキラしてる、ありがとう。なんで今日そんな褒めてくれるの？そういうのは慣れてないから、褒められることに対して慣れてないからあれなんだよね。やったーって言えないの、なんかなんか適当に言っちゃうの、ありがとうって。本当は嬉しいんだよ、本当は嬉しいけど、なんかありがとうって言っちゃう。
イドルいるって、いるんだよここに。なんか優しいルナポム、はじめまして、はじめまして、ももさん。違う、すごい褒めてくれるのはすごい嬉しいんですけど、なんかね、なんて返したらいいのか分かんない。褒められることなんて人生そんなさ、でもファンの方は優しいからすごい褒めてくれるけどさ、恵方巻きの中身は何が好き？ほらこういう、なんかこういう質問の方がすぐ答えちゃう。お肉、牛肉とかがいいです。なんかナムルみたいなのとか牛肉とか入ってるやつがいい。あ、ネイル昨日ね塗ったの、また同じ色めっちゃ剥がれてて すっごいぐっちゃぐちゃだったので、また塗った、同じの塗った、そう紫っぽいピンクっぽいやつ。しかもなんかめちゃめちゃ剥がれてたんですよ、その上から塗ったからめちゃめちゃまばらで、これ近くで見せれない人にっていうぐらい、こんぐらいで見たらそんな大丈夫なんですけど、あの近くでね見たらねちょっとヤバめ。先ほどチャーハンを床にぶちまけたんですか？私もね今日ね、あのぶちまけてないけど、オートミールチャーハンを作りました。夜で豚汁がめっちゃずっとあって、そう毎日飲んでるんだけど、毎日朝と夜と飲んでるんだけど、そうでやっとあと多分あと1杯ぐらいになった。そうなので、そう今日だからそれも今日めっちゃ今夜ご飯すごい食べて、そのまあオートミールなんですけど、オートミールチャーハンを作って、オートミールと卵とひき肉とキムチを入れて、あともやしも入れたで、なんか炒めるやつなんですよ。そう、それと豚汁と、あとなんか銀だらみたいな、セブンにそのお魚も電子レンジ入れるだけのやつが売ってるんですけど、鮭とか売ってるやつ、お惣菜のコーナーのとこにその銀だらみたいなやつがすごい美味しそうに見えて、で前なんかその仕事の時のお弁当で、銀だらじゃないっけあれ、銀だらみたい、でも同じ味っぽかったよ、でも銀だらみたいなのが入ってるお弁当がすごく美味しかったから買ってみようって思って買ってみて、それも食べたから、でもすごい健康だなって思うけど、オートミールチャーハンに豚汁にめっちゃ具沢山です。で魚も食べて、すごい、そう、あ、西京焼き、そうそう西京焼きや、それが言いたかった、そう西京焼きで、私あんまりそのお魚本当に食べること全然ないんですけど、この前お弁当で美味しかったのでそれを食べました。なのですごい、あのめっちゃお腹がいっぱいです、もうほんまに気持ち悪いぐらい 気持ち悪いぐらいなんか食べ過ぎてお腹いっぱいです。大量のみかんたちはもうだいぶ前になくなりましたよ。魚は最強、イコラブは最強、ありがとう。ありがとう。うん、なくなったよ、なんかなんだっけ、口内炎みたいな、下にここになんか白いプツっていうのができてて、なくなりました。そういえばよかった、よかったです。みかんね、ああメンバーにもあげた、半分以上ぐらいのメンバー食べたと思う。もう一人で食べきれないからさ、あの量のみかんじゃないと腐っちゃうから。ぶり大根好きですよ。 好きですよ。こっち側の前髪をすごく切りたくなってる、この前髪からこっちのこの範囲
なんか少しでも目にかかるとなんか嫌なんですよね。視界が暗くなってる気がして、なんかこうやって上げちゃう。癖、前髪の癖がこっち側なので、そう、こっちに癖があるんですよ。本当はまっすぐの前髪にしたいんですけど、なんかいつも濡らしてドライヤーまっすぐにしてやってるんですけども、生え際つむじのもうあれで絶対前髪がこっちに流れちゃうので、そう、なんか安定に前髪が上すぎると人中っていうか、こことかもなんか長く見えちゃうので、なんか上すぎるのも嫌なんですよ。しかもお眉になったらメンバーすぐお眉お眉って言うんですよ。まあアンもメンバーがお眉だったらお眉お眉って言うし、なんかみんなですぐお眉お眉って言うんですよでだからお眉にはならない程度にしないといけないし、でもこの目と眉毛のちょうど真ん中らへんぐらいにしたくて、でなんか目にかかりすぎると目が開かなくて目がちっちゃくなっちゃうので、その中間くらいっていうのを攻めてます絶妙な長さが大事です。難しいですね。ねアイドルは大変だねあんまりはね、なんかここが長く見えちゃうの嫌なんだよね。ベルト外そう、お腹苦しいマジで食べ過ぎた。というか今日なんか6時からショールームしようと思ってて、違う違う7時から7時からショールームしようと思ってて、それの予定で動いてたら、あ待って今日イコタイムがあること忘れてて、完全にやばいイコタイムじゃんって思って、そう焦りました。危なかった、7時からショールームしちゃうところでした。何食べたの？最強焼きと豚汁とオートミールチャーハン食べました。台湾のシェンさん、だるまありがとうございます。キアラが相変わらずバグってた、なんか最初だけ見た、めっちゃ最初だへんだけ見ましたね。キア食は可愛いですよ、みんな可愛い。眠くないよ今日は、そんなに眠そうですかキア食はだってイコラブの子供組だからね。ナータンと お子供組、次誰だっけな、次いおりと花ちゃんかな、より花コンビですね。なんだっけ、ピンターパンコンビ。今日は本若ムード、アンとリサの時は何ムードでしたかチョコちゃんあとちょっとで20歳ね、7月だから今2月になったから、あと5ヶ月ぐらいで眠そう。なんでだろうなんでですかね。そんなに眠くはないと思う、元気です。アンリサは友達みたい、うん、わかる、アンもそれ思う。なんかリサとはすごい一番友達感があります。友達空気感とかがなんか一番友達感、メンバーの中で目元なんでだ。ゆるいおしゃべり本当そう、今夜はちょっと早めに始まって早めに終わりますね。
涙袋ぷっくり見える。本当わかんない。お腹いっぱいになったら眠くなるよってね。このあとすぐお風呂入って、風呂入ってないでしょどう見ても。髪グリングリンだよ。入ってないよ。マナムイチゴありがとう。まあお風呂めっちゃ入るの早いので、シャッと入ってシャッと出てって感じですね。話し方が色っぽい。ありがとう。褒めてくれてんのかなそれは。あんま色っぽいって全然言われないから嬉しいよ。メンバーにあん色っぽいでしょって、色気あるでしょって言ってもメンバーが本当にあんなそういうのやめてって言ってくるので、全然ないって、マジで一番ないって言われるので、色気あるって言われて嬉しいです。そうメンバーみんないつもね言ってる、あんなことはなんかあんなそういうの嫌だって。ピエンです。セイバーダイスさんの表情。あれは普通にあれでしょ、普通になんか大人っぽい感じなだけで、色気系ではないから。そうでしょう、お姉さんなのにね。なんかアナにはそういうの求めないよって言われます、メンバーには。でも自分でもそう思うから。いいんです。そのアンもねセクシー担当だと思ってたんですけど、おかしいな。どこがやね、日記、日記ね、やば全然書いてない。あこの前ショールームで書いた日から全然書いてないわ。ビッグワンガールズさんはねでも結構大人っぽい感じだった、アンの中では。無邪気担当って、なんだろう、なんだろうね、うん、何担当だろう、なんだろう、なんかザ普通担当、ザ真面目重い担当。ですよきっと、きっとみんながバランス取るんですよイコラブは。でもイコラブは本当バランス取るのがうまいなってすっごい思うんだよね。なんかこの前の銀の盾の時もそうだし、なんかみんなが多分ちゃんと周りを見える子たちだから、すごくバランス取るのが本当にうまいなって思う。でけん多分こう私が仕切ってたりして、でもなんだろうな、こうアンがやらかしたら助けてくれるメンバー、フォローしてくれるメンバーがいたり、すかさず何か言ってくれたり、なんだろう、全てのバランスが本当に最近、うん、なんかみんな自分のあれを分かってきてるのか、なんかみんなバランス取るのが上手だなってすごく思いますね。なんか多分私とかが真面目に行き過ぎちゃうと、なんか真面目に行くメンバーと、真面目なんだけどおふざけするメンバーと、おふざけっていうかなんだろう、それを軽くするメンバーととかいるじゃないですか。それでうまくなんかやってくれるから。私は結構ねこう真面目トーンで喋っちゃったりすることが多いんですけど、なんかそれをすごいフォローしつつ柔らかくしてくれる人がいたりね、マイカとかもそうだし、なんか
面白いよね、一人一人のなんか喋りとかもそうだし。それをすごいね、ありがたく感じる。それぞれの役割がみんなあるから、ちょっとね、アンはねめっちゃ真面目なできるリーダーになりたかったんですよ。何でもこなしちゃう、何でもトーク喋れって言われたら喋れちゃう、なんかもう対応力抜群のリーダーになるつもりだったけど無理だった。ちょっとできなかったけど、ちょっとそれは向いてないなってちょっと途中から思ったんですよ。ちょっと完璧リーダーは向いてないなっていうことに気づいたんですよ。まあ最初から向いてるとは思ってなくて、勝手な理想でもうね、何でも対応力がある、こう何でも言葉がペラペラ出てくるリーダーを目指してたんですよ、一番最初は。だけどすぐに気づきましたね、向いてないそういうリーダーは。だから器用なリーダーじゃなくて不器用なリーダーって自分ではなったんですけど、でもまあそれもみんながいるから、ファンの方も含めてメンバーもファンの方もそれを許してみんなフォローしてくれるから、なんか心がとても軽くなりました。何なの今日はいつもより可愛いってみんな言ってくれて、どういう日なの。ペラペラ言えないよ、だってツアー、このでもこのツアーで初めてあんまり言葉を考えずに挑んだのね。でもなんかなんだろう、なんかね、結果やらかすってことが分かったよね、やっぱ武道館とかもね。ねえ、そこ決めたかったな、武道館決める予定だったんだけどな、残念。今日は8時半ぐらいかな、まで配信するかな。疲れてないです、元気ですよ、元気ですよ。なんてね、なんかこう歌も言葉も感情がなんか文章もだし、自分の口から言う言葉もだし、何言おうとしたんだっけ、表情とか歌声とか全部にあんまり感情が乗らない、乗ってなさそうに見えるタイプの人なんですよ。めっちゃ嬉しくてもバーってなれるあんまりなんない人だし、なんか泣く時もキャーとか泣くんじゃなくて、スンって泣く、スンって何感じの、なんか暴れるタイプの人じゃないですよ。でなんかそう、言葉とかにもそのあんまり MC とかでも自分が思ってる以上に
感情が後から乗るとなんだろう乗ってないって思っちゃって、私はめちゃめちゃここすごい気持ちがあったのになーってなんか思う時もあるし、ツイッターとかブログとかの言葉とかもなんかメンバー見てると本当に伝わるなって思うので、アンも伝えたいって思って書いてるんだけど、やっぱりなんかメンバーの言葉が本当に素敵だなって好きだなって思うんですよね。だからそうなので、アンのアンはもっとみんなに気持ちを伝えられる言葉選びだったりスピーチができる人になりたいなって思ってる。考えすぎて喋っちゃうから何でも考えすぎちゃって一瞬回って結局なんか普通の言葉しか出てこないことが多くて、そう本当にね、あのね考えすぎて一周帰ってくるのよ。あの場合考えすぎてこうやってあーっていい案が思い浮かべばいいんだけど、あの場合ピピピピピピピってもう一瞬回って考えすぎて帰ってきちゃうのよ困ったもんだね、困ったもんだね。試しに大好きだよって言ってみて、それには乗らんけどそれには乗らんけど考えすぎてんなって自分でも分かってんの、あーっていつも思う、あーこんな考えすぎてもダメなのになって。考えすぎて考えすぎてたどり着いた先が全然面白くないワードしか出てこないから困ってます本当に。そう思考をねシンプルにしたい、性格をまず変えなきゃいけない、それには性格に難あり性格ですね。これは考えすぎて、それで考えすぎてポジティブになれる人ならいいんですけど、考えすぎてネガティブになるのでダメですよね。そういうとこよね、私の悪いとこはね。自然体、うん、自然体ではいるけど、そうなのよ人間って難しい、出た A 型ね、そういう時は美味しいもの食べてお風呂入って寝るのが一番よって、ちょっとお風呂めんどいじゃんすぐイコラボお風呂めんどくさがっちゃうからな。メンタル強いよってリーダー、ほんまに？でも前より強くなったと思う。あの必要以上に考える、でもなんかそれをポジティブにしてくれるメンバーがいるからバランスが取れてるの。そうなの。うろはなんか入っちゃえば別に嫌じゃないんだけど、入るまでが動けないんですよ。あでも分かったことがあって、あのこの昨日か昨日とか、あのベッドじゃなくてバランスボールで配信してたショールームじゃないですか。そしたらすぐお風呂入れるの、すぐ動けるの。だからそこからずっとそこにいようって思わない。こことかあとこの下、普通に床の床でも普通によく配信してたんだけど、そこだともうふーってもう何一息ついちゃうわけよ。このまま携帯をこうやっていじっちゃうわけよ。でもバランスボールにいるとバランスボールからは立とうっていう気になるのよ。やっぱりやっぱそんなさこう重力を全部こう背中とかもかけてリラックスできる環境じゃないから不安定だから、バランスボールって
動こうって、この場所から私は立ち去ろうっていう気持ちになるの。だから早く行動できるからとてもいいとてもいいなって思う。そうそうそう、落ち着かない場所にいた方がいいんだと思う。立ってやれば確かに間違いない、間違いない、それだわ。そう、バランスボール買ってきな。なんか今度からずっと居座ってしまう場所にバランスボールにして、そこに置いとけば、ちょっとここ微妙だわって思って立ち去ろうっていう気になるから、なんかまあ、だからこの前配信をバランスボールでやった時はすぐに携帯を置いてお風呂入ろうとか、そういう気持ちになれましたので、それをおすすめいたします。じゃあなんで今日ここなの？なんか気分、なんかここの方がやっぱ落ち着くんですよね最近。またちょっとここで配信するかも、わからない、気分です。本当に気分。目が乾燥してる。バランスボール買うかってでもバランスボールはねいいよ、なんか体には多分いいから。で絶対にショールームしてるって、まあ、約1時間乗ってるからすごいいいと思うんだけど、そう、でもそういう新たな発見ができました。半分だけ出てるシナモンくん、背景ピンクの方が漏れてる。ここ、こっちの方が、ここの部屋のが見やすい。ほんとっていうか、なんか iPad が音が小さいみたいで、今 iPad じゃなくて携帯から配信してるんですけど、多分 iPad 携帯の方が声がよく聞こえるんですよ。昨日 iPad で配信してて、 iPad は音があんまり綺麗じゃなくて、そう、なんでなんですかね。だからこっちで配信しちゃうんですよね。そうにけん、なんかリモートでのそのお仕事の時、ラジオとか前リモートでさあったりしたじゃん。そうとか、まあ、イコタイムもそうだし、そういう時はなんか最近はそのね、なんか iPad でやってる時は山本さんの声が遠いって言われるの。だからイヤホンつけてくださいって言われるんですけど、こっちでやった時は遠いって言われないの、声が。携帯でやった時はだけん、なんか携帯です結構最近やってます。そっちの方がなんか距離が遠い。でもなんかこの携帯との距離は変わらないんですけど、わかんない、設定なんですかね。確かに iPad でこうやって電話する人とかあんまいないから、あれなのかな、声がそんな届くようになってないんですかね。でも全然コメントは携帯でも見えるんですけど、 iPad さん古いんかな、わからんけどね。 iPad さんでも言うて、でも携帯よりは古くないと思うから、iPad でこうやってでっかいの電話する人いなくない？そう考えたら。だけんさ、なんかそれ用にできてないのかなって。やっぱ携帯は電話するじゃないですか。だけんなんかちゃんとマイクの性能が違うのかなって思って。なんか iPad イヤホンでやったら、でもイヤホンってやっぱ動くとさずれて、でガサゴソガサゴソしちゃって、イヤホンで逆に聞いてる人になんかあんまりねちょっと良くないかなってのもあるし、だっけ iPhone 買いたいんですけどね、全然買えてないよ。あんま言うてまだ2年ぐらい、2年経ってないぐらいですね。あんまでも多分なんか広島に帰らないと帰れなくて、携帯を
自分で分かんなくて変え方みたいな。でも広島に帰れないから帰れないの、帰れないから帰れないのダジャレみたいですねメイク褒めてくれてありがとう。みんな「コメント草とかしかないじゃん、草とかしかないけん読むコメントがないよ。みんなめっちゃ豆が落ちてきた。あ、23個食べました。あ、23個以上になっちゃった、今食べたから。まあいいか、星も食べれる。みんなと同じなのかな、飛んできてる方向とか。なっちゃん待ってる、めっちゃ久々じゃない当たったら。オフにしてるからみんなオフにしない、しないで。マサさんの豆おいしい。豆食べ過ぎて喉詰まりそう。原拓さんの豆むせたスマホと PC では違うかも願ってるよ。話し会投げるかって急にありがとう終わろっかな、そろそろ。なんなんとね、明日南南東でしょ。なんなんとってさ、南東ってあったらその間の南寄りってこと、南が2個で東だから、そういうことですか。あんのえあんって今どっち向いてるんですかね。こっちどっちなんだろう、知らんか誰も。どっちこっち北かな、わからない。合ってんの、こっち北で合ってんの。あ、それは知らんわか、そういうこと分かんない。あんがこっちが例えば北だとしたらこっちが南でしょ。北南、北南、南南、南南とここら辺かもしれん、分かんない。そうですね、スマホの方位磁石でちょっと後で調べてみたいと思います。あれでもさ去年やってるはずだよね。でも全然どっち方向向いてたか一個も覚えてないよ。朝日とか分からんちょっとね調べてみますね。スキンケアはインスタにねこの前載せたから見てください。明日でもあれでしょ、なんだっけ、何年ぶりかの2月2日なんでしょう。すごいよ、その時代に生きてるみんな偉い、すごいよ。だからみんなも明日笑顔で過ごしてないこの時代に生きてるみんなすごいから、すごいじゃんね。だから楽しく明日も生きてくださいね。だってすごいよ、奇跡じゃん、この世に生まれた人たちみんな。だから楽しんで豆まきをしてほしいわ。
これはもうだって次2月2日に次2月2日になることって当分またないってことでしょ。そしたらその時アンももう一生に一度あるかないかって考えたら、もうアンはいないかもしれないじゃん。でそういう風に考えたらもう明日はとすごい日じゃんなので皆さんしっかり楽しんでください。恵方巻きをなんなんと向いて無言で食べてくださいね。あんは食べるかわかんないけどでもなんかオートミールとかで作れそうですよね。オートミール恵方巻きみたいな、オートミールチャーハンをなんかとりあえず海苔で巻けば恵方巻きみたいになりそうという感じでそろそろ終わります。かんぴょう巻き、かんぴょう巻きはマイカがね好きですね残業お疲れ様です。疲れ、今日もありがとうございました。今日はちょっとねちょっといつもより短いかもしれない。5分ぐらい、1時間より、1時間マイナス5分ぐらいかな、ちょっとわかんないけど、まあさん明日も会いましょう。ありがとうございました。じゃあラスト順位読んでいきます。ひょひょひょんひょひょひょん。13位がマツケンさん、12位がまこっちゃん、11位がしんたくさん、10位がユーシスさん、9位がチュンチュンさん、8位がジッスン、7位がイトコンさん、6位がショージンさん、5位がムーミンパパさん、4位がヒロポンさん、3位がトモ、2位が、ムーミンパパさん、1位がサシノユイさんです。ありがとうございます。よし、じゃあランダムを3人いきます。1人目たけしさん、アンズ、2人目トッシンさん、3人目アルサンさんの3人です。はい、ありがとうございます。ではじゃんけんします。せーの、じゃけん、じゃんけん、じゃんけん、パーパーです。それでは終わります。明日は2月2日だから22、すっごい黒だから白飛びしてますね。白飛び女です、イエーイイエーイ。勝った？大好きだよ、だって。ありがとう、あもうみんなのこと大好き。あ、ツインテールの日？じゃあ明日はツインテールかな。いや嘘ですわからない多分しないかも、わからないです気分ツインテールの日なんだね。にゃんにゃんですね、にゃんにゃん。手あげたら白飛びすごくない今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ、さよなら、ありがとうみんな。じゃあね、バイバイ、おやすみ、さよなら。